仙台駅、西口ペデストリアンデッキから北向き駅前通りは、仙台市青葉区の仙台駅前はスプール出口から西木町までの市道である。仙台市道駅前通線、道南町通り1号線の総称である。その名の通り、仙台駅前の道であるが、他の都市で一般的に言われている駅前通りのように、都心部から仙台駅に通じるように結ぶアクセス道路、 あるいはメインストリートではなく、仙台駅西口に沿って横断するように伸びる道である。仙台駅西口ペデストリアンデッキの下を通過する。片側2車線、中央分離帯、街路樹等はない。青葉2や東五番町通りを含め、仙台駅西口周辺には英国製ガス灯が110機設置されており、柱頂部には、 ミニチュアの伊達政宗木馬像が付置されているものもある。なお、仙台市の都市計画道路では、現在の終点である定前寺通りとの分岐点により、北方の一方通行を拡幅し、盲学校寄宿舎前、大原を経由して、地下鉄朝日が丘駅屋上部の道路と接続することになっているが、実現する可能性は低い。ちなみに、 拡幅予定地の光前寺通りは、南港の一方通行路であるが、北4番、定通より混雑の激しいあたごかみ通りを、経由せず直接、駅前通に抜けられるため地元では、仙台駅直通の抜け道として、日中でも、交通量が多い。ありがとうございます。